高橋敏夫1月13日から不明は、広島県広島市出身の実業家、経営者である。一万国精神二代目社長、会長を歴任。父は一万国精神創業者の高橋聖太郎。1908年1月13日に、広島県広島市で生まれる。1926年に、旧正取得中学校を卒業し、 家業を継ぐべく一万国精神商会に入社する。1936年に、同会代表者となる。1945年8月6日に、原子爆弾の被害により、工場、設備の一切を失い、自宅も焼かれ、長男をはじめ近親者の10名が亡くなった。高橋自身、原爆を恨み、アメリカに対する憎悪の念を燃やしながら、終戦を迎えたとされる。 アメリカに対する憎悪は、やがて、アメリカへの積極的な針の輸出という、企業家精神へと転化されていった。1947年には工場を建て直し、紳士服の本場であるイギリスの累貼針に追いつくため、イギリス製の針に習って、先端を鋭くし、丈夫にするために材質を、鉄から鋼に変えるなどの努力を重ねた。さらに、当時針穴の形はまん丸だったが糸を、 通しやすくするために穴を縦長にし、縫う時に糸の余分な抵抗を生まないために針穴に糸水を作り、針穴周辺を柔らかい金メッキで加工することで糸を切れにくくしたという。こうした試行錯誤の結果、1979年にはイギリスバリの独断場だったアメリカ市場において、販売会社と正式契約し、アメリカ国内の4割近いシェアを確保するに至った。また、 国内流通1位を誇る。広島狩りのうちでも1万国精神のシェアは40%余りを誇るようになるなど、高橋は1万国精神の復活に貢献した。フジテレビ系未来創造堂、2009年5月1日、放送文、針の未来を切り開いた男、井上陽一郎、広島在海根尺物語、ピアニッシモ、288から289。 ありがとうございます。